でもめっちゃ真っ白にされたわけじゃないよね。真っ白っていうような感じじゃないね。だからレッドして塗りって感じかな。動画撮るの久々だな。はい、というわけで髪切って、カラーはねお任せにして髪を染めてきました。でね、今日は結構オープニング撮り忘れちゃって、すごい中途半端なところから始まったと思うんですけど、まあ、カラーはねお任せにしてくださいって言って、もう本当にその場で伝えて、このカラーにしてもらいました。で、夏は結構ハイトーンにしたいなってちょっと思ってたので、まあね、ちょっと明るくしたいっていうことは伝えたんですけど、まあ、すごくいいカラーになって、で、私このくらいの髪色にすごいしたかったんですけど、今まで勇気が出なかったりとか、まあ、いろんなタイミングでね結構見送ってきたんですけど、まあ、今回こういう髪色にできて、まあ、すごく良かったなと思います。結構ミルクティー系のカラーだと思うんですけど、多分こういう色多分初めてかなって思うので、すごく新鮮なね気持ちでございます。はい、というわけでね、今日は最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。それではバイバイ。